東京都公文書館は1968年に開館した東京都が設置する公文書館である。東京都公文書館は1968年10月1日に都政資料館と東京都総務局総務部文書館の一部機能を統合して開設された。東京府、東京市時代からの東京都の公文書や行政観光物を系統的に収集、保存し、 閲覧に供するとともに、東京市志向をはじめとする、明治期以来の収支事業を継続している。1968年の開設以来、港区海岸で業務を行っていたが、竹芝地区の再開発計画に伴い、2012年に、世田谷区玉川の旧東京都立、玉川高等学校校舎に借り転2020年度4月1日に、 国分寺市泉町の中央鉄道学園跡地に本移転した。所蔵資料は下記の通りである。1991年度以降、所蔵資料のマイクロフィルム化が進められており、購入、寄贈文を含め2012年度末現在で72,768リール所蔵している。また、2003年度以降、利用数の多い東京府市文書、東京府市、 都広法を中心に約1655万コマがマイクロフィルムから電子媒体に変換され、通常は電子画像により閲覧に供している。東京都公文書館では東京都の実施する資料編纂事業を担当している。東京府、東京市が手がけた事業が当館にも引き継がれており、中でも東京市志向の編纂事業は1902年以来100年以上の歴史がある。 旧東京市域の江戸海府から明治末年までの期間を対象とした変年体資料である。1902年に東京市が塚越義太郎を主任として編産事業を開始し、1911年に工場編第一巻を刊行して、以来戦後は市外編と産業編に絞って刊行が続けられた。市外編は1996年の 第87巻の刊行を最後に、後日の都市資料修正に移行し、現在は産業編の編纂、刊行のみが継続している。東京史志向市外編の後を継ぐ、東京の近代史に関する資料集である。変年代の形式をとる東京史志向とは異なり、対象年代ごとに特有の主題に即して、資料を配列したテーマ別資料集の形となっている。 1996年から編纂を開始し、2011年度までに、三玉地区の東京府編入以後の1894年から1945年までを対象とする第1期全12巻の刊行を終了した。2013年度より1943年の都政施行から昭和30年代までを対象とした第2期の刊行を開始している。 東京都公文書館旧竹芝庁舎旧都立、玉川高等学校に仮移展示の庁舎、東京都公文書館は、明治以来続けられてきた、修士事業と東京府、東京市から、引き継ぎの公文書の保存を一元的に行う、施設として1952年に設置された、都政資料館を前進とする。都政資料館は、公文書保存機関としては、設備が貧弱であったことに加え、 1959年に日本学術会議が公文書の散逸防止についてと題する勧告において国や地方自治体の公文書保存体制の充実を求めたことが契機となり東京都は新たに公文書館を設置することになり1968年10月1日に東京都公文書館が東京都港区海岸一丁目に開館したありがとうございます